はーい、お疲れ様でです。元光です。今回のお話なんですけど、高速道路を運転してる車のその行動がやばすぎるということでね、話題になってるお話なんですけど、何のことかというと、ですね、運転手がですね、まあ、自分の子供なのかどうかわからないですけど、子供にハンドルを握らせて、そのまま運転してるっていう映像がね、今話題になってるんですよね。えーって ちょっと元光にはよくわからなかったんですけど、ネット上ではね、割と、ああ、そういうのあるねっていう意見とかいっぱいあったんですよね。マジって。 どういうことかって、まあ、とにかくね、まあ、衝撃的な話なんで、今回見ていこうかなと思います。元水のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、話題になってるのが、こちらのツイートなんですけど、中央道の上り車線上野原付近で、渋滞中にまさかと目を疑ったけど、子供にハンドルを持たせるとか、頭狂ってんのかっていうことでね、まあ、その映像をね、こうやってツイートで上げてくれてるんで、ちょっと見てみようと思うんですけど、えー、こちらですね、まあ、え映像 しかないんですけどね音ないんですけど、見ていきますね。これ、今、走ってる最中だからね、このタイヤ見てもらえればわかると思うんですけど、走ってる最中なんだこの車。うん、走ってる最中に、明らかにまあ大人の人、運転手の人、パパなのか、お,お母さんではないかなどうか分かんないけど、これだけじゃ、分かんないけど、こうやってね、大人の人が後ろにいて、前に子供が座ってハンドル握ってるんですよね。 えマジって。で、これたまにまあこうやってね、えー、後ろでちゃんと握ってあげたりしてるんですけど、明らかに手をもうつかずに、子供にハンドル握らせてたりするんですよね。マジかよって。でも、それにね、あのー、この投稿者の人も、えー、って思ってこうやってね、動画撮ってツイートしてるわけなんですけど、えー、頭狂ってんのかって、ほんとそうだよね。 あの子供のことというか、まあ、自分たちの身の安全のことも考えてもそうですし、あの周りの人にこれでね、もし事故を起こしたとかされたら、たまったもんじゃないよね、ね他の車からしたら。で、えー、しかも、子供はシートベルトなしやろ、これって、まあ、こ,これね、えー、自分の膝に子供乗せて、シートベルトしてるようには見えないんで、そ、まあ、こまで伸びるのかな、まあ、ちょっと元光やったことないんで分かんないですけど、おそらくシートベルトなしやろ、これっていうことを言われてて、高速道路で悲惨な事故があった ということでねまあ子供を乗せるような人がみんないっぱいいるっていうわけではないと思うんですけど高速道路とか運転に対してまあかなり軽率な考えを持った人が多いんじゃないかっていう意味で多分このねひ、えー、言を言ってるんだと思うんですけど本当そうだよね <laughs> いや考えれないよ高速道路じゃなくて公道でもそうですけどハンドルを子供に握らせるんだよ いやいや、これはダメダメ、絶対ダメだって。まあ、こちらもね、えー、いいねとね、リツイートさせていただきますね。あ、元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。でね、あのー、気になったのが、この件でね、あの過去に逮捕された人とかいるみたいなんですよ。えー、こちらなんですけど、 子供に運転、動画投稿の男を逮捕ということでね、これ2017年の話なんですけど、子供にハンドルを取らせて運転させたとして、茨城県警古賀署は2017年6月18日、道県古賀市廃管工の男31歳の道行法違反容疑で逮捕した。男はその様子を動画でインターネットに投稿していた。各メディアが報じたということで、子供にハンドルを握らせて運転させてたというところ、を 自分でで動画撮ってて投稿ししたらしいんですよまあ、これすごいよね。本当に全く悪いと思ってないんだろうね。マジって。でさらにね男は無免許運転をさせたことになるとは知らなかったと話しているということでこれマジで言ってんの いやまあまあまあ、もちろんね、どういう罪に問われるかっていうのは、元光もパッとすぐ思いつかないですけど、まあ最終的にね、これなんだっけ、えー、これ、どういう内容だろう、無免許運転補助罪とかになるのかなネットではそういうことを書かれてましたね。まあ無免許運転を、あの、進めるというかや、やってもいいよみたいな感じでやらせてたという罪にも問われるということなんですけど、いや、これはわかるだろう、どう考えても。これ、本気でわからず、こうやって動画投稿までしてるんでしょうね、おそらく。動画投稿するってことは本当に悪気ない と思っっってててやるこんな前例もありながら今回ね、まあ、こういう話もあるわけなんですよで、まあ、しっかり動画に収まってるんで、まあ、もしかしたらこれ警察が動く話にもなりかねないですよねガッツリ走ってる最中だからねこれ車タイヤとか見てもらったらわかりますけど、まあ、ということでね,、まあ、ねいろんな人の、ね、意見とかも見ていきたいんですけど割とね、あのー、いろんな意見があったんでちょっと見ていこうと思うんですけどこちらとか自動操縦ならぬ自動操縦やんけーっていやちょっと待って 笑い事じゃないけど、ちょっと笑っちゃったね。これ上、上手すぎるだろうって、自動操縦ならぬ、自動操縦やんけって、まあ、こういうね、大喜利みたいなのもあったんですけど、まあこれ、笑い事じゃないからね。まあ、こちら、1体ね、いいね、させていただきますね、うん。で、他にはね、こちらとかえ、いや、マジでいる、一般道のベンツで見たっていうことで割ね、割まあ、この車ではないんですけど、他にもね、こういうのね、見たことあるよっていう意見とか、いっぱいいたんですよね。えーって。 元光は少なくとも目撃したこともないですし、こんなの言ったらもう発狂しますよね。ふざけんなーって。なんでお前、高速道路で子供に運転させてんだーってなっちゃいますけどね。まあこちらもいいでさせていただきますね。とか、他にはね、こちらとか、昭和よく見かけたなー。そしてやってもらった気がするっていうことで、割とね、 こういうい意見多かったんですよあの昔小さい頃親にさせてもらってたっていうのとか、まあ、昭和の時はあったよみたいなえーってちょっと元光はね小さい頃からそういうこともなかったんでわかんないんですけどなんかこういう意見も割とあったんで、まあ、今更ねそれをねあの取り締まったりはしないでしょうけどあそういう ことやっっっててたたた人が多かったのかのなって思いましたで昔の子どもの暇つぶしの手段だったと思うでも危険なんで二児のパパになったらおはやらんね危ないしって、まあ、自分がやるかって言ったら絶対やらないっていうふうにねこの人も言われてて今の時代ラジカセじゃないんだから我慢させようっていうふうにね言われてて、まあ、あの映画見れたりだとかテレビ見れたりもできるわけじゃないですか今の車だったらね、うん、だから、まあ、この昔で言うと、まあ、本当にね子どもが何もやることなくなった暇つぶしっていう手段 やってたのかもしれないんんでですけけど今の時代は遊遊び道具もあるんだからそれで遊ばしとけよっていう風にね、この人も言われてますね。まあ、もしかしたら、昭和と今っていうのが感覚的に違うところもあるのかもしれないんですけど、少なくとももうあの前例でね、子供に運転させて逮捕とかにもなってるんで、これ完全にアウトな話なんですよ。やっちゃいけないことだからね、どう考えても。うん、こちらもね、いいね、させていただきますね。とか、他には、こちらね、これで大事故した場合、この一家が実 自滅するだけならまだしも巻き込まれた周囲の車はたまったものではありませんって。まあ、そうだよね、まあじ自分 だけ悪なんかねあの被害被るとかだったらまあまあまああの勝手にしてくれってなるんですけど公道で走ってるわけだから巻き込まれた周囲の車はたまったものじゃないですよねで車は子供の玩具ではありません通報案件で警察に動画提出すべきですということで本当そうですよね、まあ、もちろんこの一家が安全にねこの後過ごすためにもやっぱこれちゃんと警察に追及してもらった方がいいんじゃないのかなとは思いますねはいまあ、ということでこちらもいいねさせていただきますねと他にはこちら子供のためにも 捕ままっっててしいねって、まあそうだよ、ねまあ、子供も多分訓練ついてないと思うんですよね。お父さんがまあこれやってもいいよみたいな感じで言うからや、あじゃあやろうみたいな感じでやってるぐらいだと思うんですよ。うんだから子供には責任ないし、いつかは取り返しがつかないことになりそうっていうことで、ね、ほんとそう、何かあってからじゃ遅すぎるからね。で、しかもこの運転してた場合ね、まあ、ち,ょっとあちょっと待ってね、映像的に確認しても、あの、 このままもし、例えばさ、前に追突とかしてぶつかった場合、この子供が全部、あのー、なんだろう、被害を受けるように感じるんですよね、まあ。例えば、お父さんのエアバッグ状態になってるわけじゃないですか、うん。挟まれたりしてね。だから、この子供が一番やばいことになるんですよね。 まあそういうの考えても、やっぱお父さんとしてちゃんとあの責任持っとくべきなんじゃないのかなと思いますけどね、こちらもいいねさせていただきますね。とか、えー、他にはね、この映像だけで警察はわかるかな、道路交通法で逮捕できるんちゃう他の車に危害被るでって、ほんとそうなんですよ、もうこれ完全にアウトな話だから、まあ、この映像だけでも、まあ、警察は動いてもおかしくないんじゃないのかなというか、まあ、動いてほしいところですよね、まあ、こちらもいいねさせていただきますね。まあ、ということで、今回、 高速道路で子供に運転させている人がいるぞーっていうことで、ね、話題になっているので今回ね動画にさせていただきました。皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを終わらしていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。